信仰を用いるということが今年になって言われてますけれども、その信仰を用いるために、その信仰をまだ、受ける、その信仰をまず受けることとですね、17節から学びたいと思います。ロマ書10章17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんですとありますね。で、まず信仰は聞くことから始まるということですね。で、まあ、今年は信仰を用いて、ここに書いてあるように、それと同じように信仰ももし行わなかったなら、それだけでは死んだものです。言い換えれば、行わないといけないけど、本当に信じてそれを用いて行っていくときに、生きた信仰、生きたものとなって、神の生きた技を見、私の教会で言えば、その100倍受けないものはありません。100倍受けますよってことなんですね。で、その時に信仰は聞くことから始まるんだって、ね。でもその信仰は聞くことから始まると。何聞くのかというと、キリストについての御言葉、キリストの御言葉とも訳されますが、これは、まあ、神の言葉、聖書そのものですね。まず聖書そのものに聞く。もう一つは、予言の言葉ですね。神の言葉である予言の言葉、もちろん吟味は必要ですけれども、そこに聞くっていうことがあります。で、神の言葉に触れている時、信仰が起こるんですね。日本の場合は、イワシの頭も信心からですね。なぜかサンマって言いたくなるんですけども、イワシの頭も信心からですねって言われますけれども、つまり何でも信じればもう信仰だっていうふうに言うんですけども、それは間違いなんですね。本当に何を信じるかって言ったら、神を信じるんですけども、生ける誠の神、聖書の神様を、それは具体的には神の言葉を信じるということになります。イエス・キリストを信じることは、その神の言葉を信じていく、それが大きなポイントですね。だから聞かないといけない。聖書そのものに触れ、聖書から聞く、あるいは神様に聞くときに予言を通して神の言葉を聞く、吟味をしてですよ、もちろん。そのことによって私たちに信仰が生まれ、信仰が与えられてくるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、これで今日のメッセージは終わりなんですけれども、ね、で、じゃあそれ具体的にはどうかというと、聞いてないと信仰は育まれないんですね。だから、聖書を読んでないと、信じていてもなんかこうぐらつくし不安定になるんですね。で、人間は目に見える状況とかいろんなことに振り回されやすいですから、恐れが来たり不安になったりすることはあるんです、普通に。問題はそこで主のもとに行って主に祈り、主から言葉を受ける、御言葉に触れると、あ、そうか、大丈夫だってことになるわけですね。で、御言葉に聞くときに私たちは信仰が与えられるし、また本当にそれによって平安が来たり喜びが来たりするわけですね。だから御言葉を読んでないときっていうのは、信仰がこう弱くなったり、あるいは信仰を失ってしまうことがあります。でも御言葉に触れてると信仰がこうなんか戻ってくるというんですかね。そしてまたその信じたことの行い、踏み出していくことができるんですね。で、昨日長崎教会では、五島にゴスペルクラブが行きました。まあ、さっきなんか島原と大村の合体の練習されてない賛美を見ましたけども、ね、でも昨日の五島行きもですね、五島ゴスペルクラブのメンバーの中の一人がですね、この間ばかりで、五島に行ったら死んじゃうかもしれないということで行けなかったわけですね。だから、あともう一人はですね、当日まで来る日があったんですけれども、五島で一番こうね、いろいろ連絡をしてくださってるんですけども、まあ100日的にかかって、来れなくなったわけですね。で、しかも、総学者はですね、一人は久留米に行きまして、一人はアルバイトで、一人は研修にかかりましてですね、で、来れなくなったわけですね。で、その結果総額なし、ね、そして行くわけですね。私も昨日ちょっと行けなかったので、3人しかいないと。で、総学者もいないと。だからもうやめようってことなんて、前の晩にコンサートは難しいってことだったんですね。で、まあ、当日になってその、方も来れなくなったんで、来れなくなったんで中止にしましょうかということだったんですね。で、私はもう中止でいいかなと思った。行くことも今回はまあやめてもいいかなと思ったんですね。で、ところが今回行くことになってくださってた山本牧師が、前の晩はコンサートに非常に不安を感じ取られて、礼拝と路上ライブだけでいいんじゃないかと。コンサートはちょっと無理があるということだったんですね。で、非常に不安を覚えてらっしゃったんですが、その日の朝起きてディボーションされた時に、聖書の時ヨハネの20章で、平安をあなた方に与えます、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますって箇所があるんですけど、そこがこう明確に語られたんで、触れられたんで、それで、ああ、そしたら神様がおっしゃるなら行こうってことで、
前の人は全然変わって電話で話した時にね、主がおっしゃるからってことでね、御言葉が与えられたからってね、あ、じゃあ行ってくださいよと。で、まあ、行かれたわけですね。で、まあ、練習していったらですね、なんかいきなり最初ですね、プロと間違われたそうですね。それで、佐賀兄弟などは、あ、NHK で見ましたよとまで言われたんですね。まあ、何なのか分からないんですけど、まあ、いろんなテレビに出てるんですけど、ゴスペルクラブとかは。でもその時いたのかどうか分からないんですけども、まあ、NHK で見ましたということですから、まあ、佐賀兄弟にそっくりの方は NHK にいるかもしれませんけども、まあそんなふうにまで言われてすごく喜ばれて、まあ、ぜひまた来てくださいということで、とっても大歓迎をされたわけですね。で、すごい姿勢が与えてくださったんで、これは何かというと、もう本当に不安でやめようと思ったんだけど、神がおっしゃったから行ったんですね。回線なんかでも体調崩してる時に、あ、でも、もうやめようかと思ったら、神様は行きなさいって言って言葉が来て、行ってみたら、例えば中国の時ですね、香港に行く前にすごい体調悪くて、香港で入院しなきゃいけないんじゃないかと思ったってね、パウロ牧師言ってましたね。ところが言葉がはっきり来たので行ったら、香港に来た時にはもう全然元気になっていたってことがあるわけですね。で、神様の言葉を受けることによって、私たちは恐れが解放されたり、信仰が与えてくる。神の言葉、神の言葉を聞く、受けるということはとっても大事ですね。で、先週父の別れ会があったんですけれども、父は90歳で天に帰りましたけれども、まあ孫のうちの子供とか孫たちとかは非常に父を、まあ、よく言ってくださるんですね。で、実際晩年の父ね、60歳以降の父親というのは人格的にも信仰的にも素晴らしかったと私も思います。しかしですね、若かりし頃、まあ、30、40ぐらいの時ですね、私がまだ子供だった頃の父はですね、とにかく怖かった。人格者かというと、とてもそうじゃなくて短気ですごく怒ってたし、信仰者で素晴らしかったかというと何とも言えないところがありましたね。ところが父は、まあ、あるところから私が浪人した時に、まあ、友達、教会の同じ、私と同じ子供を持っている人が、まあ、その方が書いたんですけど、手紙を毎週書いてると言ったお母さんがね、その人のお母さんが、それで父はすごいな、よく書くことあるなってね、父なんかはお金はあるか、元気でいるか、友達できたかってね、さだまさしのあれぐらいしか書けないって、ね、でも同じことしか書けない。で、そしたら聖書を書こうと思って箴言を書き写して送ってきたんですね。それが始まりです。で、毎週最低1回、多い時は3回ぐらい来ました。浪人中はね、大学になってから毎週1回、時々に3週間1回になりましたけども、だったんですね。でもずっと書いてきて、信玄の次は信玄、支援の次は伝道者でしたね。その後、偉大書だったかな、ちょっと覚えてないんですけども、送ってきてた。で、それを一通りやった後、もう私には送らなくなってきた時、今度は自分で書き始めた。で、新旧、939巻、新約26、27巻、66巻、ね、私に書くようにまた書いたでしょうから、2、3回たらとかもあるんですね。全部書き写して、そして、それを読んでたんですね。最初の頃の手紙はね、誤字と脱字だらけだったんですね。字も申し訳ないけど、うまくなかったし。最後の方の手紙はね、誤字と脱字なんかなくてね、綺麗でしたね。やっぱすごいなと思います。父親のいいところは、継続するところなんですけども、御言葉にこう書き写しながら触れ続けて、それを読み続けて、聖書に触れ続けたでしょ。父は本当に変わったんですね。神の言葉が父を変えたんですね。信仰者として変えました。信仰を本当に父に与えたし、その結果人格者、本当にいい、とても良い性ですよね。だから、私の子供、孫たちや長崎教の方々にとってはとってもいい父だったと思います。ですね。で、これは何かというと言葉です。神の言葉が父を変えたんですね。で、神の言葉は私たちを作り変える。信仰を育んでくれるんですね。言葉に触れないといけない。何に触れるか、神の言葉じゃなくて違う言葉に触れてね。あそこに日本の場合、否定的な言葉が蔓延してますから、その言葉に触れていくと悪くなる。で、神の言葉に触れることがとっても大切なんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、私、あれ、何を言おうと思ったか飛びましたね。もう一つはね、神の言葉だと思う。もう一つは、予言も神の言葉なんですね。で、私が長崎に来て間もなかった頃、まあ、一番最初の会の頃ね、本当にきつくて、もうなんか今回秋元牧師来たら、もうなんかもっぺん東京行ってやり直したいって言うかって思うぐらいきつかった時があってね。その時、正解があって、その時に予言が語られたんですね。十字架を追いなさいって命が来たんですね。それはね、でもね、私はね、普通そういう状況で十字架を追いなさいって潰れそうになるんですけど、私の場合は十字架っていくとね、ビルビルって触れるんですね。そして
その十字架を追いなさいっていうのは命令なんですけど、追いなさい、追わなきゃダメじゃないかこの野郎って感じじゃなくて、十字架を追いなさいって言葉は あなたは十字架を追いますよ、大丈夫ですよ、あなたは十字架を追えるから、さあしっかり追ってついてごらんっていう、なんていうかすごくこう、あ、十字架が追えるんだっていう希望のある言葉だったんですね。でいっぺんに元気になったんですね。あれは私を知ってる言葉なんですね、人の言葉なんです。秋元牧師がよく言われましたけど、あの昔すごい試練になってる時にもう本当に落ち込んでたら予言で、あなたはこれからの試練は今の試練に比べ、そのこれからの試練に比べれば今の試練ははるかに小さいと言われたと。ヘトヘトになってる試練の時にこれからの試練に比べればはるかに小さいと、普通の人は潰れるんですけど、秋元さんはそう言われるとシャキッと、その瞬間その言葉を例に触れて元気になってって言いましたね。でこれは秋元牧師を知ってる人の言葉ですね。普通そうはならないですよね。で私も普通は十字架を追いなさいって言ったらそうならないと思うんですけど、私はやっぱりそうなんですね。でまさに神様から来る言葉というのはその人に信仰を与え立たせてくれるんですね。神の言葉はすごく重要なわけでありますね。で神の言葉を受けるか受けないかは私の人生を決めていきます。信仰を決めていくんですね。それをねぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。私たちがその、この御言葉に触れていくと本当に神様が語ってくださるんですね。だから例えば毎日朝蒼天の時をきちんと取って本当にその時間を調べてして聖書に聞くと、学校に行く前にまず聖書に触れていくと、その言葉に触れていくことによって人生が変わるわけですね。でまあまして献身したり神様のために働いている場合には時間を選別して読むだけではなくて、その朝だけではなくて毎日10章以上読んでいくと神の言葉によって私はね信仰を強められていくんですね。ぜひその神の言葉に聞いてほしいと思います。でその時に私たちは信仰は強まりますし、神様の働きを見ていくことができるということを、ね、覚えてほしいですね。人生の大きな節目の時に神の言葉を受けるか受けないかは大切です。でも普段から神のことを受けてるとそういう時にしっかり受けるんですね。でカンボジアに行ったルツ前田さんは、カンボジア行く時ですね、若い頃にユーズミッション行ってカンボジアって示されたんだけど忘れたくて、でこっち来た時にベンジャミンさんという方が来られた時に、カンボジアの話ばっかりされて、その結果カンボジアのことを思い出して、そしてベトナムカンボジアチームに行った時にはっきり言葉が出られたんですね。特に子供たちを私のところに来させなさいという言葉を中心にいくつか、そしてそれを決めて分かりましたカンボジア行きますと言った時に目の前にダブルの字が出て、それで行ったわけですよね。言葉が与えて行ったんですけど、行って2ヶ月経った時に内戦でね、目の前に戦車が通ってね、近くの、なんだっけガソリンスタンドが炎上するっていう、ね、そういうことがあった。でその時に彼女は本当に怖くて体が震えたそうですけども、みんないなくなるんですって、慣れてるから、当時のプノンペルの人たちは。だから隣の歯医者さんだけがクリスチャンだったのにいてくれたんで、そこに行って一緒にいたんですね。で怖くて日本政府から電話がかかってきて、飛行機を準備したからもう帰ってくださいとね、危ないからと。で1回やって2回目に電話がかかってきて、これが最後ですってことでね、でこれに乗らなかった場合は責任を持てませんって言ったわけですね。でどうしようかって電話がかかってきたんですけど、礼拝に行ったらですね100人以上いる教会だったのに牧師夫妻と自分ともう1人4人しかいなかったって言いましたね。そういう状況だったってことだったんですけど、彼女はそこで祈った時に再びカンボジアの時の御言葉が示され、この時だからこそこの戦争でまた孤児が増える、その孤児が来た時受け取る人がいなかったらどうするんだろうかと思って、神様に示されて、そうだ子供たちを私のところに来させなさい、しっかり受け取ろうと思ってとどまったわけですね。でその後ね、今に至るまで、20年近く、もう19年かなぐらいになるんですけども、子供たちも成長して大学に行ったり専門学校行ったりしてますけれども、非常に祝福されています。ところがね、何度か危機があったんですね。一つは今まで一番暗かった時は前田さんが HIV の疑いがあるという時ね、違ったんですけどね、その時の電話一番暗かった、もしもしってすごい暗い声ですよね。それからあとは子供たちが全員反抗期に入ってすごかった時とかね、あったんですね。それは結構長かったんですけども、5年ぐらい続いたんですけども、でも本当にいろんなことがあったけど、そこを通過して今本当に祝福されてるんですが、本人に聞いたらいつもその一番最初の内戦の時にとどまった、そこに帰ると。それをとどまれたのは神の言葉があったから で、それはカンボジア行く時に神の言葉があったからとどまれたんですね。で何かあるたびごとにあそこに帰ると乗り越えていける、それは神の言葉なんですね。
神の言葉を受けているかどうかは非常に大きいんです。で皆さんは主の言葉を受けてらっしゃるでしょうか。そうですね、ね、神の言葉を受けているならですね、私は7歳来るにあたって、ね、あなた方は私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのです、行って、ね、あなたはそれあなた方は行ってと書いてあるね、行って、ね、実を結びその実が残るためであり、ね、御言葉をもらってたんですね。結婚の時も同じ御言葉ですね。でこの御言葉があったから多かったんですね。長崎に来てもあるいは結婚してもですね、神の言葉っていうのは信仰を育むだけじゃなくて信仰を支える、ね、でその神のことを聞いたら次に信仰を用いる時にその祈るとか感謝するとか従うとか告白するとか悔やめるとかいうことに言葉がある時にそれを具体的に用いていける。聞き従うに言っても神の言葉を受けたらそれに従っていくんですね。だからしっかり神の言葉をね受けてほしいと思います。で神の言葉を受けることによって私たちは従っていける、主の意向を見ていけるということをねぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ午後の礼拝っていうのはですね、皆さんも戦ってるんですね。でマスクをして顔を隠してね分からないようにしてる人もいますけれども、正直な人はですねもう分かるわけですね。でそしてその戦ってる姿を見て私も戦ってるんですね。だからあんまり戦う鍋をかけするのは良くないから午後の礼拝は早めに終わるということになっていますので ねもう終わりたいと思いますけれども、今日はね神の言葉を受けるっていうのがこの一つを話せて言われたんですね。だからいくつもポイントを持つんですけど、今日はもう信仰は9ことから始まる。まず神の言葉を受けるということ で聖書、まず何よりも聖書は土台です。次に預言というのは吟味しないといけませんけれども、本当にまず聖書でしっかり御言葉に触れ、そしてさらに預言を通して神の言葉を聞く、吟味しないといけませんよ、ね、その神の言葉が私の信仰を育み、信仰を与え、信仰を導いていくんですね。でそしてそれは私の人生を大きく神の計画へと導いていきますので、ぜひ神の言葉に、ね、聞くということをしていただきたいというふうに思います、ね、マルタとマリアのところでマリアは座って聞いてましたけども、ね、やはり腰を据えて時間をかけて神の言葉に聞いてほしいと思いますね。その時に主の語りかけが、ね、豊かに与えてくるので、やっぱり一章だけ読んでる人と三章読んでる人と十章読んでる人とでは一章の人だって語られるんですよ。もちろん語られますけども、やっぱりそのより神様が語りやすくなると思いますので、聞きやすくなると思うので、ぜひね神の言葉にしっかり触れていってほしいというふうに思います。ではお祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。しっかりと御言葉に触れ、あなたの御子に従って御代表に守り導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。